にちは、大輝です。今回は、プラ版なんですけど、このね、プラ版にあることを知って、印刷ね、できるようにする裏技があるんで、まあそれをね、今日簡単に説明していこうかなって思います。まあもう言っちゃうんですけど、その裏技がこいつですね、ケープを、この、透明プラ版に吹きかけることによって、印刷ができるようになるんですよ。で、まあ、今、印刷できるプラ板って結構売ってるんですけど、割と白いものが多かったりね、透明なやつないんで、半透明なプラ板を今回はね、印刷で作っていこうと思います。まあ、プラ板は至って普通ですね。どういう風にしていくかっていうと、ケープをただ振りかけるだけなんですよ。で、ケープ開けますね。早速やっていくんですけど、手で持ってるとちょっと吹きかけづらいんで、フックにかけて、こんな感じで今、入ってた袋に、まあ、セロハンテープ止めてるだけですね。片面でいいんで。はい、じゃあね、吹きかけていきます。はい、かけすぎてダマにならない感じ。あと垂れてきちゃうと、ね、あんま綺麗にできないんで、それだけ意識して、あとは簡単に吹きかけただけですね。乾くの待ちます。はい、乾かし、終わりました。わかるかな？結構ね、くすんでるというか、ケープが表面についてザラザラしてるんですよね。で、このケープを塗った側が、印刷面になります。さあ、そしたらパソコンでね、データ準備して印刷していきたいと思います。はい、今データを普通紙に一回印刷したんですけど、こんな感じで。で、プラ板をそのまま印刷しようとしても詰まったり、紙として認識してくれないんで、普通用紙にプラ板を切って貼っていくんですけど、そのための大きさをこれで見ていきます。これの印刷したいやつの大きさに合わせてプラ板をカットします。はい、そしたらこんな感じでプラ板がイラストよりも一回り大きいサイズで、切って、今セロハンテープで四隅止めてます。この状態で印刷していきます。はい、めっちゃ向き逆だったけど印刷できました。はい、こんな感じで印刷できてます。半透明ですね。半透明なクリアな状態で印刷が載ってます。で、今印刷が載ってるだけなんで、触っちゃうと擦れちゃうと思うんで、触らないように、周りを切っていきたいと思います。こんな感じで切れてます。さあ、そしたらね、プラ板なんで温めて縮めていきたいと思います。はい、加熱し終わりました。こんな感じでクリアなプラ板ができましたね。で、印刷してあるんで、いい感じのクオリティに仕上がってますね。細かいところもしっかり乗っかってます。こんな感じで出来上がってますね。で、この状態なんですけど、ケープでインクをね、乗っけてるだけなんで、この上からレジンをつけて固めて完成ですね。じゃあレジンの方やっていきます。はい、そしたらね、レジン塗っていきますね。はい、じゃあね、レジンが塗れたんで硬化していきます。はい、それじゃあね、レジンで硬化終わったんで、穴開けてストラップつけて完成させたいと思います。はい、完成です。こんな感じですね。結構いい出来だと思います。はい、それじゃあ今回はプラ板にケープを吹きかけて印刷してキーホルダー作っていこうって感じで進めたんですけど、衣装デザインとしてどういう時にこの技術使うかって言ったら、ちょっとしたプラスチックパーツだったりをこう組み合わせてするデザインの時とかに、自分でデータ作って印刷して、パーツを作り上げる、ヘッドピースとかね、そういう感じの時に使う技術でした。はい、
すごいね、簡単に手に入るものだけでできるんで、ぜひやってみてください。ありがとうございます。じゃあね。